ネクスト見ても次の置き場所考えられないんですが、どうすればいいですか？練習あるのみだと思うけどね。まあ、テトリスはね、まあでも大体見てもそうだけど、次の手がもう決まった状態で、次の手どうするかを考えてるから、よし、こうしようってなって、置くっていうのに全神経注いでるんだったら、多分まだ難しいと思う。何をどこに置くかを決めた上で次何を置くか考えてるから、だからオキミスの軌道修正もする。 DD テンプレたくさんあるけど何が違うんですか？まあ、積み込みの速度、受けの広さとかかな。まああとは踏める開幕ツボの違いとかはある。まあその中でも特段優秀なのが蜂蜜砲ですね。ガチで DD テンプレだから一番強いんで、こいつに合う一番強めのテンプレを考えるべきなんですね。まあそれで僕は瞑想採用してるっていう、それだけです。